見つかりたいんじゃなかったんですか？違います。三浦さんのエッチ、春田さんがしたいならしてもいいですよ。ちょっと待って、カーテンないし外から丸見えです。見つかりたいんじゃなかったんですか？違います。じゃあ何？これは消す、消します、消します。だから待って。本当に待ってほしいんですか？管理会社の人が来ますって。あと20分もありますけど。ちょっと迷った。迷ってないです。どうしてこの人がこんなにド S なの？だって、え、もう見つかりたいのはそっちの方じゃないですか。三浦さんのエッチ、床が痛そうだからやめたんですけど。ああ、やめたんですね。なんだ、なんか残念そうですね、春田さんのエッチ。違う、もうバカ、春田さんがしたいならしてもいいですよ。だから私はしたいなんて一言も。